どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。アメリカそしてイギリスの方で売っているアイスクリームを紹介したいと思います。でこちらイギリスのお菓子がアイスクリームバーになったものです。もちろんアメリカでも人気そして有名です。それはこちらです。 Twix Triple Chocolate Ice Cream Bar の紹介です。 Twix トリプルチョコレートアイスクリームバー Rich and Creamy Chocolate Ice Cream Smooth Caramel and Crunchy Chocolate Cookies Surrounded by Delicious Chocolate Coating。 リッチ&クリーミーなチョコレートアイスクリームの中にスムーズなキャラメルと粒々のチョコレートそして美味しいチョコレートがコーティングされているって書いてありますね。何回も食べたことありますけど、読んでるだけでよだれが出ますね。値段は1ドル日本円で120円ぐらいです。ここにレフト左って書いてあるんですけど、レフトかライトかね書いてあるんですよね。こういう風にレフトライトっていうのがね書いてあります。理由は分かりませんけど書いてありますね。こういう感じです。こちらも少しだけ割れていますね。ちょっと残念だ。スイックスの香りが大好きですね。いただきます。超うまいですね。外側もチョコレートだし中もチョコレート、本当はトリプルチョコレートっていう感じがねちゃんとします。美味しすぎる。アイスクリームもリッチだしクリーミーです。もうちょっと中の方を食べてみるとサクサク感がねきます。粒々のクッキーがちゃんと入っていますね。その味も美味です。パリッとサクッとスムーズ、キャラメルもたまらなく美味しいです。食べると涼しくなりますね。最後の一口、ごちそうさまでした。口の中もチョコレートだらけですね。点数は間違いなく100点満点。外がチョコレートだし、中身もチョコレート。言葉にできないくらい美味しかったです。パッケージに書いてある通り、リッチ&クリーミーだし、サクッとしたクッキーもね、ちゃんと入ってます。1ドルのクオリティではないです。Twix の味もちゃんとするし、何回食べても飽きないアイスバーですね。一番好きだったのは中身ですね。アイス、クッキー、キャラメル、この3つが大好きです。皆さんもこちらを見たら買ってみてください。僕みたいに Twix が大好きな方にはぜひおすすめします。Twix Triple Chocolate の紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。